アッシュレディオ。さあ、時刻は朝6時を回りました。いやー、よくやってますね。アッシュレディオの時間です。よろしくお願いします。お願いします。もう800回が見えてきました。ほう。僕が入ったのは多分700中盤ぐらいなんで。そうね。はい。いや、よくやってたよ、こんなに。すごいですね、本当歴史が。800毎日ってことは2年以上。そうだね。で、多分1回目からだいぶ空いてるから。あ、そうなんですね。1回目と2回目確か。あ、そうなんですね。だ、3年ぐらいやってるんじゃない。いや、すごいですよ。年末はなんかお休みされてました。で、2022年復活ということで、やらせていただいてます。やっぱラジオを、僕がまあ入るようになって、うん、で、僕自身も別で始めたんですよ。あ、で、あれはもうみんなやった方がいいかもしれないです ね、 ね、はい、もう聞かれる前提とかじゃなく、うん、自分が聞く前提でもいいと思って、うん、どういうこと。やっぱりそのアウトプットじゃないですか、ラジオって。そうってなると日頃のインプットがアウトプット前提になるんですよ、はい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 、勝手に。なるほどなるほど。これはラジオで話そうとか、なるほどなるほど、これはちょっと明日の方で話そうっていう、はい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 、ってなるともう日頃が何気ない日常が華やかになります、ね、うん、まあつまりそのアウトプットの機会がどれだけありますかっていうことだよね、うんうん、これやっぱもうほぼないよね。ないと思います。アウトプットの機会ってね、あったとしてももう定型化してくるじゃん。はいはい。なんか、ああ、そうですね。なんか自分が水道会社だったら水道のなんかネジのプレゼントとか、はい。なんかそう、毎回同じプレゼンをするとかっていう。そうですよね。そうなってくると、なんかこう、人生はこのままでいいのかとか、なんかいろんな悩みも当たったりするけど。はい。本当にやるべきだと思いますね。やりましょう。あとは本当に自分の声聞くじゃないですか、うん、で、ビーツに入った時はロープレイをわーっとやって、うん、自分を撮ったりする機会あったんですけど、うん、でそこから自分の声が実は低かったりとか、はいはいはい、表情が暗いっていうのを気づくことができるんですけど、はいはいはい、やっぱ音声でもそれにやっぱり改めて聞くことができますね、うん、素晴らしい。ぜひやってみてください。じゃあ皆さんもレイディオやりましょうか。レイディオをぜひやってみてください。そんなこんなで質問の方に入っていきたいと思います。言いましょう。いつもこのラジオからいろんなヒントをいただいています。ありがとうございます。アシナさんはよくラジオで決断、捨てるということを口にされていますが、決断することで他の道を捨てるという理解で合っているでしょうか。アシナさんの決断の定義をお聞きしたいです。おー、いや、その通りですよ。まあ、本当その通りです。いや、その通り、その通り。立つことを決めるっていう。そうですね。だから、あの、選択っていうか、その、選ぶことじゃないんですよね、決断は。はいはい、うん、捨てることであるっていう。そうですね。なんか、それっぽい感じになるけど、そういうことを言うと。まあまあ。いや、でも、本当にそうだね。まあ、でも、決断できない人結構多いよね。いや、多いと思います。うん、まあ、その、捨てることが怖いんだよね。うん。まあ、でも、決断、あ、だから、あの、物を捨てる感覚に近いよね。あ、家の中の掃除をする感覚に近いんじゃない。はいはい。めっちゃそんな感じじゃない多分。そうですね、うん、捨てちゃったらもう戻ってこないわけ。はい。で、残ったもので生きる。そうで、やっぱりこれいるかなっていうのは僕は全部するから。まあ、それがいいのか悪いのか、うん、本当は捨てたんだけど、なんかどっかの倉庫に誰かがしまっといてるってのが一番いいんだけど。なるほど。自分では捨てた気ではいるけど。確かに、それはありがたいですね。でも、まあ、残ったものにその人の価値観が出るっていうふうに。はい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 。まあ、家でも捨てて捨てて捨てて、で残ったものが、で残った家のレイアウトが自分の価値観ですよね。まあ、でも捨てることはすごい大事ですね。いや、大事だよね。あ、デスクトップとか。ああ、デスクトップに確かに何か言いますね。正解。僕デスクトップ何もないもん。確かに。あと机の上に僕何もないもん。ああ、なるほど。ハサミとかなんか買った。そう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 。机の上に
ものがあるとちょっとなんかなんだろうな、あーでもだからあれだと思うよ、やることの多さだと思う。あーやることっていうのはやることが多くて、うん、キャパシティを使い切ってない状態が一番机の上が綺麗。なるほど。で、やることが少ない人、うん、で、かつキャパシティの少ない人っていうのは机の上が汚い。なるほど。それはどうしてそうなるんですか。キャパシティが小さいことはすぐ慌てるじゃん。はいはいはい。で、やることが少ないと整理する必要ないんだよ、うん、はいはいはい。やることが多かったりすると、うん、整理しないともうそこまでいけないから。あ、はい、なるほど。だから絶対仕事ができる人とかマルチタスクができる人ほど、うん、スケジュール帳とか、うん、メモとかのが絶対綺麗。なるほど。じゃないとも絶対できないの。確かに。なんか今はこの時間、今はこの時間っていうふうにできない人がやっぱ多いイメージです。そうだね、できない人っていうのは、そうだね、常になんか同時並行させて、そう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 。そうだね、だからそう考えたら僕忙しいのがすごい嫌だね。忙しいってのは何かっていうと、その緊急事態がすごく嫌だ。ああ、なるほど。で、自分の中ではさ、うん、計画立ててるから、はい、緊急事態が絶対起きないわけよ、うんうんうん、でも忙しい人って常に緊急事態で動いてるじゃん。そうですね、常に緊急で重要なことをやってる。そうそう、今日言われて今日やらなくちゃいけない、お前それ1ヶ月前から言われてるだろみたいな、はい。確かにな。あとすごい芦野さんってすごい頭の中の整理が多分うまいなって思うのが、うん、覚えなくていい会話覚えてないっていう。ああ、どういうこと。飲み会で、うん、僕がなんかこういう面白い話があったんですよって言って笑ってくれるじゃないですか、うんうん、それを次の飲み会で言っても笑ってくれるんですよ。覚えてないから。めっちゃ簡単なやつやん。そうです。いや、そういう覚えなくていいことを、うん、多分覚えないっていう能力が多分あると思うんですよ、ね。なるほどね。本当に大切なことしか覚えてない。あ、まあ、あとはまあメモにしてるかとかっていう。確かに。それあんま普通の人できないんじゃないかな。あ、多分普段から考えてるわけじゃない。あ、普段から多分いろんな引き出しに分かれても整理されてて、はい、じゃあビーツだったらビーツっていうのがあって、うん、じゃあそこでじゃあザ・パーソナルとザ・オールインクルーシブとザ・スタンダード・ザ・スパをどう振り分けるか、うん、じゃあメンバーのマネージメントをどうしていくか、どうやってみんなのなんかこう最適化を図るか、でも最適化を図れば図るほどお金とのバランスはどうするかとかっていろんなもう課題がもう明確に考えてる。はいはい。だからその時にそこに関する話だったらメモんなくても覚えてる。なるほどなるほど。でもそこに関わってこない話だったら、なるほど、なんか覚えないよね。なるほど。雲が出てその雲がでかかったとか別にどうでもいいかもしれない。それはでも本当最初思いましたね。へえ、はい。こいつ全然覚えてないな。そう。それはめっちゃ言われるね。うん、女性に言われるやっぱね。ああ。前も言ってたよみたいな。うん。前話してたみたいな。で聞いてないって言うじゃんみんな。え、聞いてないのっていう。聞いてるめっちゃ。そうっすよ、ね。でも覚えてないよ。そう、絶対そうっす。どうしてその100あるのお店の中にその情報入れとかなくて。言われたら思い出す、思い出しますもんね、多分。ああ、全部言われたらね。はい。そう、だから僕が結構最近気づいたのは、はい、映画とかも覚えてないんだね。ああ、映画は全然楽しめる、何回でも。なるほど。あらすじを覚えてないってことですか。覚えてない。最後の5分、衝撃の5分みたいなやつも毎回覚えてない。だからシーンごとにはなんとなく覚えてるよね、うんうん、でもそのシーンが印象に残ってもなぜか多分なんかの自分の引き出しとなんかリンクするからなんか覚えてるっぽい感じだと思う。いや、それいいっすね。なんか幸せですよね。だから野球の試合、僕少年野球やってて、小学校の頃から野球部なんだけど、はい、全く覚えてない。あー。で、同級生とかは普通にやなんか野球の話になって、はいはいはい、小学生の頃だよ、うんうん、小学生の頃に、今じゃないよ、小学生の頃に、はい、いやなんかあの時のあそこのとの試合で、うん、あの時のさ、7回裏にさ、お前がさ、なんとかでさっていう、全く覚えてない。
なるほど。それでもなんか大人になって、例えば高校の時にアメフトやってた時の、うん、なんか早稲田との試合で、うん、あの時のプレーがみたいなのも覚えてないですか？あ、ほぼ覚えてないね。自分のプレーは覚えてるよ。ああ。自分が活躍したプレーしか覚えてない。でもなんかあるじゃないですか、こう試合ごとにあの時の事件みたいなのあるじゃないですか、なんか面白かったことみたいな。ああ。この間同窓会行った時もそれでめちゃめちゃ盛り上がるんですよ。あの時のあのエラーとか。ああ、はい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 。デッドボールがおもろかったとか。へえ。それやっぱ言われて思い出すとめちゃめちゃおもろいっすね。ああ。まあそういうのは多分あると思うけど。試合、あんま今言われても覚えてない。いや本当にそれは一番古い記憶って何？うわー難しいっすね。いやでもこれかなり写真と相関するからな。写真があったら覚えてるんじゃない？ああ確かに。要は物心ついた時ってことですよ。違う違う。物心がついてなくても、はい、その写真を見てるとその人、その時の感情を覚えてるって。うわー3歳ぐらいですかね。おーすごいね。お風呂に入ってる写真。あ、写真で覚えてる。はい。僕年長だな、5歳かな。ほう。あ、あと弟が生まれた時に病院に行って抱っこしたの覚えてるな。だから3歳だったんですよ。でもそれ写真があるからね。なるほどなるほど。でも写真がなくて覚えてるのは5歳かな。なるほど。物心っていつつくんですかね。やっぱ幼稚園ぐらいの。ああ。それって物心の意味があんま分かんない。まあ記憶、最後に記憶がある。あ、記憶が物心じゃないですか。思春期、思春期とは違う。いやいや、物心は多分あれですよ、この考えるようになるっていうか。あ、そうなんだ。はい、思考、へー、初めて思考を持つというか。え、思考なんかそんな3歳ぐらいから、2、3歳からあるんじゃない？まあだからそれぐらいっていうことだと思いますけどね、うん、物心って。久しぶりに幼稚園とか、はい、自分が育った小学校とか行ってマジでびっくりするのは、はい、天井が低すぎる。まあまあ普通に立てないもんって。いやでもそれアシュラさんだからじゃない。いやでも先生は大人じゃん。まあまあまあ。え、先生そうだったっけなと思って。先生の名前は覚えてるよ。あーでも確かに僕も幼稚園の先生の名前覚えてますね。でも一人しか覚えてないな。あー、しかも僕が多分幼稚園の時に結婚して結婚式に行った記憶があります。すごっ。はい。うわ懐かしいな。それは記憶あるんで。結婚式ね。はい。親戚の結婚式ってなんか子供の頃となんかちょっと複雑な気持ちじゃない？僕は、あーでも行ったな。行ってますね。複雑な気持ち。うん、なんか親戚のその人じゃないじゃん。はいはいはい。大人になったらなんかそれが誇らしいというか、あー頑張ったねっていう感じになるけど、うんうんうん、子供の頃親戚の結婚式とか、いとこが結構年上だったから、はいはい、なんか複雑な気持ちだよね。あれでもなんか楽しみ、楽しかった記憶ありますけどね。旅行、あーどこだったの？あーなんか田舎、愛媛とかの方だったんですけど。あ、そうなんだ。なんか愛媛に行けるっていう、はいはいはい、楽しさ、そういうやつね。はい、旅行ね。ありがとうございました。